山崎武史、中日の大補強を疑問視。中日 OB で野球解説者、山崎武史氏が16日、東海ラジオ、ライブ、ドラゴンス、に出演。来季へ戦力補強を進める中日の動向に言及した。中日は、今オフ戦力外となった、前巨人中島、前ソフトバンク上林、前阪神山本と板山を獲得する見通し。さらに、巨人を退団して自由契約となった中田にも獲得調査を進めていることが判明している。山崎氏は、大補強なるかの問いに、正式入団は決まってないが、来てくれたらウェルカム。強くなる前提で補強すると前置き。その上で、中田まで含めてチームバランスを考えると大丈夫？ファーストに何人いるの？中島も代打として、と話ありますが、代打で甘んじたくないと思っていると思う。ビシエド、中島、宇佐美もファースト。中田が入れば4人ですよと不安視した。低迷の要因は得点力不足であることは明らか。チームは代打を含めて選手層に厚みを加える狙いもありそうだが、外野は今頑張っているブライト、鵜飼、一つ入れたいところで上林。いい選手ではあるんですけど。あと外国人が外野で入ってくるとなると、二遊間は何も補強してないなとと疑問し。ドラフトでは二人のショートを指名したが、即戦力というと難しい。一番ネックな二遊間触ってないなぁ、と繰り返した。山崎氏はチームの編成について、すべてにおいてバランス。来てくれる選手には頑張れよ、ということしかないが、チーム作りする側、メジャーリーグもみんなそうでしょ？ダブらせないようにチーム作りをしていくとし、ポジションが被ることでのリスクにも言及。実績ある選手も継続することで成績が出るとし、継続して使わないと成績が出ない。その辺の交通整理をしてほしい。我慢できない、しないと思う。トータルで考えてみていかないと、安定しない、成績は出ないよねと語った。この球団は何がしたいんだよ。またまた場当たり的な補強の立浪、アホ監督本当にやめてほしい。だからあなたはコーチすらなれないんだよ。文句ばっかり。こいつはいつも文句ばかり。ジャイアンは黙っとけ。立浪再生工場なるか、まあ 100% 無理だろうな。ジャイアンはマサとラジコンやっとけ。立浪監督にヘッドが片岡やもんな。二遊間は山本取るんでしょう。来季も最下位だな。宇佐美、セカンドとか？何でも否定から入るなや。プラス思考ないんか。中田は取ったらいいと思うが、中島はいるか？即戦力の二遊間なんてどこも出さねえよ。戦力外何人も取ったところであまり喜べんのだが。山本も板山もセカンドできる。二遊間の即戦力が欲しいなら、京田と阿部を買い戻せよ。ドラゴンズは、立浪派と山崎派があったからな。多分あなたがコーチや監督やることはなさそうだね。二遊間の補強いる？今いる選手を育成しろよ。取ったら取ったで、文句言う。取らなかったら取らなかったで、文句言う。よほどの大物でない限り文句。過去、楽天から移籍してきた山崎という、元ホームランキングも、ほとんど使い物にならなかった。二遊間に、うじゃうじゃ新人を入れたかと思えば、今度は一塁にベテランをうじゃうじゃ。立浪さんは天才だから、ファーストが何人いるとか、外野手が多すぎとか、多分わかんないだよ。天才だからさ。